ドイツの極地調査用砕氷船、ポラールシュテルン号1.5メートルまでの氷で覆われた海域を5ノットで航行できる砕氷船は水面の氷をありながら進む船のこと。北極海や南極海、凍結河川など氷で覆われた水域を航行するために構造の強化や砕氷設備など特別に設計、建造されている砕氷船の多くは軍用。 あるいは探査用であるが、一般の商船や観光用のものもある。軍事組織が保有したり、軍艦に準ずる任務を担ったりしている、砕氷船は、砕氷艦とも呼ばれる。砕氷船の特徴としては頑丈な船体と氷に乗り上げて割るのに適した船種や幅広な中央船体、氷の圧力を母親に出すための船底の特殊な形状。 そして強力なエンジンを持つのが一般的である。世界初の原子力砕氷船、レーニング大型船では、船内で発電した電力を使って推進用の電動機を駆動する電気推進システムを採用する船も多く、これは内燃機関や蒸気タービンの回転力をそのまま、推進機に与えるよりも、電動機の方が低回転数時の発生トルクが大きいため、氷を ゆっくりと割って低速で進む砕氷船に適しているためである。また、割った氷と船体表面の摩擦を軽減するため、船底に特殊な塗料を使ったり、海水を放水したりすることがある。極地探査用の船では特に砕氷能力が強化されており、船体を前後左右に傾け氷に乗り上げ重量で割る機能も持つ。 船体を傾ける方法としては、燃料タンクを前後左右に分散しその間の燃料の移動で行うというものが多い。今日、優秀な砕氷船を多数保有しているのは、北極海やオホーツク海など氷海に面した多くの港を持つロシア連邦である。原子力砕氷船も複数保有している。日本の観光砕氷船、オーロラ北極圏に海を持つ、 国の貨物船の多くが多少の採氷能力を備えている。これらは採氷船用の船とともに行動し船団を構成して氷海航行の効率化を図る。採氷船は北極海や南極海、凍結河川などの高緯度地域での氷水面で活動するために船体や水深機に特別な設計が取り入れられている。採氷船は ラミングと呼ばれる前進方法を取ることがある。スクリュープロペラが生み出す前進水力が、砕氷によって阻まれ船体が停止した場合に、一度、後進をかけて後ろへ下がり、改めて全力前進によって氷を砕き、これを何度も繰り返して、航路を開く方法である。チャージングとも呼ばれる。 初期には外輪によって氷を砕きながら進む、砕氷船や、米国や欧州の砕氷船のように船尾だけでなく、船首にもスクリュープロペラを備えて氷を砕くことに、利用する船もあった。21世紀の現在では船尾にのみ、スクリュープロペラを備える、砕氷船だけである。スクリュープロペラに氷海が接触して、プロペラ先端が氷を螺旋状に刻んでいく。 ミリングと呼ばれる状態になると氷を削るアイストルク分だけエンジンや電動機による回転力が減災されて回転数が低下しアイストルクがプロペラ駆動力を上回れば回転が停止して推進力が奪われるこのためミリングにこうして回転を持続するためのアイストルクを上回る強力な動力機関が必要となるまた ラミング時には全身更新の繰り返しによる氷の乱れから通常の全身時にはプロペラまで到達しない氷塊がプロペラに衝突することがありこの時の衝撃に対応するためにプロペラを特に強固に作ったり一万一損傷を受けても推進力をすべて失わないように複数の推進機を備えたり乱流を減らすために プロペラの回転を止めずに済む可変ピッチプロペラとする、プロペラをダクトで覆うなどの工夫がなされている。プロペラも修理が少しでも簡単に済むように、プロペラ翼単位で交換できるように工夫されているものもある。また、この時生じるトルクが、プロペラ翼、ボス、推進軸、推進機関へ与える繰り返し疲労についても考慮される必要がある。 選手部は過去には V 字型のものが多かったが V 字型選手は進路前方の評判の一部を割り開くことには優れていても割られた氷の大きな塊はそのまま船体への抵抗を生み出すためにそれらを排除しながら進むための余分の推進力を必要とする21世紀の近年では V 字型を改良したスプーン型選手や バースバウを備える船が登場している。両選手ともに船体が氷に乗り上げた力で、氷海を小さく砕くことで船体との摩擦抵抗を減少させる。スプーン型選手では、リーマーと呼ばれる、船体幅以上に、選手幅を広げた部分を備え、選手部を大きな矢尻形にしたものが多く、また、ドイツのバース博士の考案した、バースバウでは、 選手選定部をキールに沿って左右に強い斜面とすることで氷塊そのものを左右に排除する機能を備えたものである。ハルゴッシュシステムは海水を取り込んでポンプで選手部の評判上に噴射して選手と評判との摩擦を減らす装置である。これはスウェーデンの砕氷支援船オーディンに採用されており日本の二代目砕氷船シラセにも搭載された。 考案中のアイデアとしては、セミサブ型として、選手をバルバスバウのように下方に大きく突き出させて、氷海を下から上に割っていくものや、氷海での貨物船向けの選手設計として、選手上部と下部にともに突出部を作ることで、貨物満載時と空荷の時の両方で、採氷能力を持たせるものがある。大量の気泡を船底部から放出して、 船体全面にわたって氷との接触を減らすというアイデアも考案されている。二代目、白瀬の船尾船、テーブ1、アイスホーン2、カジ3、アノード4、ダクテッドプロペラ360度水力を自由に変更できるポット型推進機の採用によって、氷海警戒作業を迅速に行う、船団護衛用採氷船がある。通常の内燃機関からの回転推進軸を、 カサハグルマによってスクリュープロペラまで伝達するものとポッド内部に電動機が内蔵されたものがある。ポッドを採用しない場合でも電動機によって正転逆転を含めて回転力が自由になるため指揮官での回転力を一度発電機によって電力に変換して電動機を駆動する船が砕氷船に限らず多数登場している。日本の砕氷船二代目、知らでは 船尾の舵取り付け部にアイスホーンと呼ばれる角上の装備がついている。通常の船は水面が厚く凍結すると航行できなくなる。北方の港では原冬機に出入港の障害になることがあるほか、北極海探検では海氷により全身を諦めたり、身動きが取れなくなって遭難したりする例もあった。1864年に ロシア帝国のフィンランド湾内のクロンシュタット港で建造された水先案内ケニエ港船が砕氷型の船首を備えており蒸気機関で航行する世界初の砕氷船であるその後実際に使用できる砕氷船として建造された船は1871年ドイツのハンブルクで作られたアイスブレイハャー1である氷海を航行する船舶は 初期の極地探検の頃から考えられるようになった。初期の極地探検においては、対氷船が用いられた。これは、木造船舶において、水船部などを金属で覆い、強化するものであった。このような船閣の強化により、氷との衝突や欠氷による船の悪化を防ぐことが試みられた。また、北極圏の氷界を船で渡ることができれば、欧州と、 北米や欧州と極東アジアの間での交易による経済的な利益が見込めるため古くから検討されていた。実際に欧州からシベリア北部経由でベーリング海までの北東航路を船で通過できたのはベガ号で1878年から1879年の2年間かけてスウェーデンのアドルフ・エリク・ノルデン・ショルドが達成した。欧州から カナダ北部を経由して極東アジアに抜ける北西航路を最初に船で通過したのは1903年から1906年にノルウェーのロアールアムンセンが要は号で達成したロシア帝国の砕氷船イエルマーク北極海の航路開発はロシアが熱心で1899年にロシア帝国海軍のステパン・マカロフ提督は 初の近代的砕氷艦、イエルマークを北極海の探検航海に就航させた。その後、ロシア帝国海軍は続々と砕氷船を配備した。第一次世界大戦中には、冬の艦隊活動を助けるために、数多くの砕氷船がロシア帝国海軍によって運用されていた。冬季の活動において、 海面状態によって艦隊はしばしば砕氷船の同伴を必要とした。ソビエト連邦が誕生すると北極海航路の開発は優先度が高まり、1930年代には商業航路が強用されている。第二次世界大戦後にはこの航路に多数の原子力砕氷船が投入された。1977年には ソビエト連邦の原子力砕氷船、アルクティカが水上船として初めて北極海洋団と北極点通過を成し遂げた。サンクトペテルブルクで建造されたタイムイールとバイガーチロシアはイエルマークをはじめ1900年頃から外交用の大型砕氷船を多数配備し、主に北極海航路へと収益させた。イエルマークは船主にプロペラ一つ、 戦備に三つを備えていた。また、航路を開くための航洋型砕氷船の他に、港湾内で使用する港湾砕氷船も各主要港ごとに多数整備された。その配備先には比較的温暖な黒海も含まれる。ロシア帝国国内で建造した砕氷船もあったが、多くはイギリス他諸外国に発注したものであった。 ロシア帝国海軍では専用の砕氷船以外の軍艦についても特にバルト艦隊へ配備された艦については自力である程度の砕氷ができるよう砕氷船に準じた船体構造を持たされていたロシア帝国海軍でバルト艦隊と国海艦隊へ同型艦を配備する場合両者の間で様々な設計変更が行われることが多かったがこれは 純粋に技術進歩や建造工場の事情によるもの以外に前者には採氷能力があり後者にはないということに起因する要素も含まれた。1932年にはソビエト連邦はアルハンゲリスクからウラジオストクまでの北極海経由の商業水路を開発した。それまでのヨーロッパロシアと極東を結ぶ海路の要衝は 希望本周りやスエズ運河周りはイギリスに、パナマ運河経由はアメリカ合衆国に抑えられており、海票に閉ざされているもののソ連本土の沖合を主に、通る北極海航路の開発は急務であった。97設計砕氷船の軍事型、97P 設計国境警備官は8隻が建造された。その1隻、ソビエト連邦の国境警備官。 第25回ソビエト連邦共産党大会記念1937年から1940年は、軍事活動として、砕氷戦の建造が行われ、ヨシフ・スターリン Q4 隻が作られた。第二次世界大戦中のアメリカによるレンドリース、法によっても、3隻の砕氷戦を取得している。第二次世界大戦後には大量の砕氷戦が、建造された。 その目的は、調査用、バラ積み貨物用、タンカー、材木輸送用、軍事、国境警備用まで多岐にわたる。一部の砕氷船はフィンランドで建造されている。特に、八海や北、太平洋方面を中心に、配備されている大型の国境警備艦は、そのほとんどが、砕氷艦である。冬季には厚い氷に閉ざされる海域で季節を問わず、 活動しなければならない国境警備艦は必然的に大型化した。たとえある程度の再氷能力があっても小型ではその能力に限りがあり、陶機の活動が困難になるためである。代表的な再氷艦型国境警備艦である 97P 設計では満載排水量で3525トンに達した。この艦は海軍向けの同規模の軍艦に準じたレーダー装備を 持ち、76mm 及び 30mm 口径の艦砲と自衛用の艦隊空ミサイル複合を搭載している。1520設計原子力砕氷船、ヤマール1959年には 44000PS の原子力砕氷船、レーニンが竣航した。これは、世界初の原子力砕氷船で、原子力潜水艦を除けば、 ソ連発の原子力船であった。1975年から運を開始した初代アルクティカ旧採氷船は量産型の原子力採氷船で6隻が建造され北極海航路へ就航した。そのうち2020年現在に隻が稼働状態にある。これを更新する2代目アルクティカ旧原子力採氷船も3隻が 建造中であり、2019年以降に収益予定となっている。また、7万トン級のリデル級原子力砕氷船も構想されている。また、これらの航路警戒のための砕氷船とは別に、ソ連ロシアでは砕氷船種を有する貨物船が多数運航されている。その中でも、最大の船として原子力砕氷船であるセブモルプーチが挙げられる。 これらの原子力砕氷船とディーゼル、電気動力型砕氷船が北極海航路をはじめとするロシア沿岸の航路を支えている。千島列島や南からふと領有していた大日本帝国時代から日本は砕氷船を配備していた。日本には海上保安庁に2隻、海上自衛隊に1隻、民間会社の流氷観光船に計3隻配備されている。 海上保安庁に配備されている砕氷船は春先のオホーツク海の流氷により閉ざされた氷海域の航路警戒と平時の警備救難活動を任務としており航路警戒のエースとして活躍する PLH 宗谷と宗谷が入れない浅い海域と港湾内の航路警戒を任務とする PM 手塩の計2隻である海上自衛隊に配備されている 最氷船は、南極観測隊の輸送に使われる、最氷艦、白瀬である。PL-107、創矢は1978年までの現役時は、海保最大の船であり、また1956年から1962年まで、初代南極観測船を務めた、世界初の最氷ヘリコプター母船である。初代、しらせは、魔臭型補給艦が進行するまでは、 海事最大の自衛艦であった。砕氷船、宗谷 PM15、手塩二大砕氷艦、白瀬歴史的に、主な砕氷船は、アメリカ沿岸警備隊で運用されている。現在、局地観測用、航路警戒用の砕氷船を沿岸警備隊が、局地観測用の砕氷船を、アメリカ国立科学財団が運用している。アメリカ沿岸警備隊アメリカ国立科学財団。 どれくらいの厚さの氷を割って進めるかという、砕氷能力は、砕氷線によって大きく異なる。米国のポーラスターは、通常の前進時は、厚さ1.8メートル、ラミングでは、厚さ6メートルの海氷を砕くことができる。当然ながら、砕氷能力の限界を超える厚さの海氷が、形成されているか、その恐れがある海域は、 採氷船といえども航行できない。このため氷海で立ち往生した一般船舶だけでなく採氷船が他の採氷船に救助されることもある。例えば日本の宗谷は1957年南氷洋でソ連のオビ号に救出された。氷山はインターナショナルアイスパトロールやワールドメテオロジカルオーガニゼーションなどの組織が 大きさやタイプで分類を行っており、WMO では以下のように分類している。たとえ再氷線であったとしても、基本的にはアイスバーグやバーギービットは避けることが望ましいとされている。ありがとうございます。